YouTube チャート急上昇。ナンバー、I の、ゴートが放つ、最高到達点に迫る魅惑の世界。YouTube 音楽チャートが再び興奮を巻き起こしています。今週、2024年1月5日から1月11日のトップ100では、先週比で6.7%増の総視聴回数と、13作品の初登場が記録されました。1位に輝いたのは、 平野ノシ神宮ジング岸ジユータ、ユータからなるユニットナンバー、愛のファーストデジタルシングル、ゴート99、994.9万回。このラップナンバーは、プコーリ、シュン、M、MONJOE による作詞、作曲、編曲で、ダンス振り付けは RIEHATA が手掛けました。ミュージックビデオでは小玉雄一監督が才能を発揮し、和風の建物で繰り広げられる躍動感あふれるパフォーマンスが視聴者を引き込みました。ファンからは、 最高到達点を示す曲との絶賛コメントが相次いでいます。続く2位には、夜遊びの、アイドル、801.3万回、3位には、アドノトノー、740.1万回がランクイン。しかし、注目すべきは4位に踊り出た15歳のシンガーソングライター、トゥーキーの、ワン参加、489.7万回です。この曲は、 テレビアニメ、約束のネバーランドの作画を手掛けた出水ポスカのイラストを使用した MV も話題となり、多彩なバージョンでき楽しみが広がっています。そして、注目の新エントリーとして6位に初登場したのは、スノーマンの、ラブトリガー、380.0万回。2月14日にリリースされる10枚目のシングル、ラブトリガー、ウィー。 LLGO Together からの先行シングルであり、テレビ朝日系推しドラサタデー、恋する系の24時の主題歌としても話題です。岩本光の主演によるドラマとのシンクロ感があり、恋に落ちていく心情を色鮮やかな世界観で表現した MV がファンを魅了しています。また、25位に初登場したのは、北谷博士の We Are The First Take 132.0万回。1999年にリリースされたテレビアニメ。 ワンピースの初代オープニング OP テーマであり25周年イヤーを迎えたことを記念して1月8日に YouTube チャンネル The First Take に登場しました。セリフから始まる迫力あるパフォーマンスはファンにとって感慨深いものでした。さらにトップ30内では現在放送中のテレビアニメ早々のフリーレン第2クールの OP テーマとして起用されたヨルシカの晴れる116.2万回も初登場しました。 これらの新たなエントリーが音楽シーンに新しい息吹をもたらし、視聴者を魅了し続けています。音楽の舞台裏には才能あるアーティストたちが集い、新たな表現が生まれています。ファンはこれらの楽曲を通じて感動し、新たな音楽の旅に出ることでしょう。今週の YouTube 音楽チャートを通じて、音楽の多様性と豊かさが再び証明されました。